デザートしてもいいですし、僕はこっち側で行きたいときは、ウィーバーどうも現代忍者坂口拓です。忍者ホワイトベアの広丸です。ねえねえ、ね、いやー、今日も始まったね。いや、始まりましたね。広丸、今日はさ、俺のさ、一回このタトゥーをちょっと見てほしいな。タトゥー、うん、ちょっとタトゥーを、ね、見せてあげるから。ここまで入ってる。いつの間に、うん、俺NHK もう出れないかもしれないね、はい、あ、ダメですね、もうそうだね、はい、だから NHK 出るために一回返信を解こうかな、はい、返信？そう、あれ、分かんない、気づかなかった。え、ちょっと見てよ、俺の顔。はいはい、これ俺？あ、別の人だ。そうだね。じゃあ一回俺、はい、戻るからね、はい、いくよ。ドローン、ドローン。おーおーおー、はい、戻ってきたね。もうタトゥーありませんよ。何？ね、うん、だから NHK も出れるな。あ、うん、いいですね。いいね。じゃあさ、今日はさ、オリンピックイヤーでスケーボーがさ、はいはい、なったの知ってる？あ、なんか新しい競技ですよね。そうそう、あれって下半身使うんだ。はい、そうですよね。だから今日はね、俺ね、下半身ウェーブっていうのをやろうと思ってる。下半身ウェーブ？うん、あの、今までは肩甲骨を動かしてたんだけど、はいはい、その下半身のその股関節を使ったウェーブ、股関節ウェーブね。股関節もこう自由に動くってことですか？そうです。へー、そうです。私が股関節ウェーブです。はい、どういうことですか？それはそれはどういうことですか？そうそうそう、それを一回稲川先生に説明してもらって、はい、であと俺がちょっと実演でこういうので使えるっていう感じにするから。はい、じゃあ先生、一度股関節ウェーブの説明お願いします。タクチャンネル。はい、じゃあ股関節を使ったですね、ウェーブを説明したいと思います。まずよく武道的に言うと、膝を柔らかく、足首を柔らかくって言います。これ全部連結してます。股関節、膝、足首、これが全てこう柔軟にですね、膝だけ硬かったりすると硬いですし、足首が固まってるとゆたつくので、股関節、膝、足首、これを柔軟に使っていって、あと横からすると股関節が開放する、上を向く、股関節を後ろに下げると、斜めにも動きますし、全部が柔らかくバランスボールの上に乗ってるような感覚的な、そうです。足をスイッチしていったり、バックステップしていったり、股関節を畳んでゆっくり動くような動きになります。ちょっとそれをセットが投げていきますので見てみたいと思いますね。中心を刺していきますので股関節を使います。もう一度やってみます。あとデザームしてもいいですし、股関節をさらに入れ替えて、この足の柔らかさと、こうしてウェーブをやってみます。はい、これを多分たくさんが実演でやると思いますので、たくさんよろしくお願いします。はい、股関節ウェーブ、説明しましょうね。ここの円を使いますね。例えば、それをしっこと、あとここの絞りも使いますね。例えば、こっち側に行きたいときには、こうね。はい、こっちが、こっち絞りですね。ものすごく入ってる、ポケットに。めちゃめちゃ入ってた、ね。はい、ね、預かってもらいましょう。ね、チャラチャラチャラっつって。まだほら、実際クロックスですしね。ほら、ね、クロックスじゃない方がやりやすいよ。けどクロックス履いても股関節だから大丈夫。ね、左。回転もやっちゃいましょうかね。じゃあ半回転ね。はい、ね、逆もできますよ、もちろん。うん、ここも使います。あと必ず横移動も股関節からいく、股関節からいくね、全部股関節から。この股関節ウェーブ、例えば、ナイフ余計やってみましょうかね。ここはあの8番ですね。ここも急所です。ここついてきたときに対して股関節使う。で、あとこっちのウェーブでよ。ね、膝を忘れずにやってみてください。もう一個やってみましょう。股関節使って払うですね。ついてきたに対して払っちゃう。ね、ここ逆の払いでいきましょう。股関節使って払う。えい。
ですね。じゃあ次、来てください、股関節を使って相手に蹴った後に蹴るまでの股関節のウェーブが1回ですね。こういう上がりですね。これ1回上げちゃう。その後股関節をまっすぐやるとまっすぐ行く。股関節を逆に曲がるとこっち行く。こっち側へとこっち行く。上に上げると飛ぶ。下に行くと下に落ちる。まず遠くへ飛ばす。股関節でやりましょうね。遠くへ飛ばすのはこっちからまっすぐ、はい、ね、こっち行ってみましょう。こっちはこっちからこっちに、はい、面白いですね。こっち行ってみましょう。こっちはこっちに、面白いね。動きが面白い人ですね。うん、ね。そしたら次、上に行ってみますよ。これ上、はい、今度はこの下に下ろしましょうね。下は下、はい。そして、爆発的にしたいときはこの股関節からバーストを使うんですよね。バーストを使って、はい、このように股関節を、使ってみてください。ありがとうございます。いやーすごいですね、股関節であんなに人が飛ぶとこなんて、うん、なかなかないですよ。そうだね、さすがでございます。ありがとうございます、はい、よし、じゃあさ、はい、日本といえば、日本といえば刀だな。刀、うん、刀といえば股関節。そうだな、はい、そうだよ、股関節大切なんだ、はい、だから今日は股関節ウェーブを使ってた、はい、刀の技、ほうほう、やってみようかな、はい、お願いします。ね、私があのニコラス・ケイジさんとね、はい、やってきたのが、はい、股関節ウェーブ使った刀だったから、そのほうほう、そうそうそう、それをねやってみようかな、はい、うん、じゃあさ、また一回股関節ウェーブに関しての刀の先生の説明を一回もらおう、はい、そこからちょっと実演してみようかな、はい、じゃあ先生説明よろしくお願いします。はい、今日は刀を使った、股関節の使い方をやってみたいと思います。抜刀術なんですけれども、最初は腹の中心に力を入れていますし、下腹にですね、でそこにこの足の可動と股関節 の可動を使いまして、尾底骨をですね後ろにもっと股関節を引く感じで抜くという一つですね。逆に向きでもやってみたいと思います。股関節を絞りましてそれをちょっと技でやってみたいと思いますね。まず股関節の開き方ですね。これが上段で切ってくるので股関節を開いて止めます。これが一つ。今度は逆をやってみたいと思いますね。股関節を閉じると、今股関節閉じた股関節を開いて攻撃に転じています。もう一手中心でやってみたいと思いますね。この股関節を開いて閉じるので技が決まります、はい、このように股関節をうまくこう利用して、十字に股関節が左右に動く、上下に動く、タンデムはそのままにあるようにしてみてください。あとたくさんよろしくお願いします。タクチャンネル、はい、股関節ウェーブですねを使ったバットですね。股関節のこのこっちの絞りを使うね。こっちの絞りを使う、ね、全体ありましたね。股関節の移動、この移動のこことを使うとこのバット、ね、逆もいけますよ。股関節の絞り、下から上に上げるのがいいですね。あとその先生がありましたね、股関節を下に引く、下に引くのとバットするのも一緒ですね。下に引く、足の入れ替えしてもいいですよ。ここからこういくときにこっちの足を前に出すのと引くの一緒で股関節を出すね。じゃ あもう一個やるの忘れてましたね。背中ラジオですね。これを こっちに絞るのと抜くの一緒にしますね。こうね、やってみてください。じゃあちょっと痛くないやつに変えました。はい、これ痛くないですね。例えば相手がまっすぐ切ってくるに対しても一緒ですね。この股関節を絞る、しっかり絞る、そっから解放、
絞る解放、絞る解放、そんな感じでね、覚えてもらってもね、いいですね。あとはどういきますか。じゃあ背後から攻めさせて、背後から来る、背後の時も一緒ですね。要は、あー、来たな、こうだと遅いね、けど、下半身の絞りでもいい、抜いちゃうね、わかりますか。絞ったら必ず解放するってことを忘れないでくださいね。じゃあ今日はそんな感じでございますね。ああなるほど、うん、下半身でも刀がこういけると。はい、じゃ あの全員のお願いします。うん、うん、うん、やるのまた。はい、じゃあ、はい、全員バトできながら最初だけバトで倒すってことでいい？はい、 OK、 じゃあそれでやってみようか。はい、うん、じゃあ危ないから下がってな、うん、じゃあね、皆さん後ろから行きましょう。はい、バット倒しました。いやーすごかったね、バットは。あんな股関節でバンバンバンって、いやーもう本当に惚れちゃうね、あれは。いや、うん、うん、そうだね、うん、すごいいい感じだったんだろ。すごかったっす、本当に。うん、オリンピックイヤーだからさ。はい、うん、俺今英語で喋ってもらっても全然大丈夫だよ。あ、本当ですか。うん、ちょっと英語で俺に喋りかけてきてよ。おお、are you samurai? Yes! おお、おおおお、おー、you great katana? Yes! おお、おお、オリンピックイヤー、侍？Yes! おお、おー、very good! じゃあ、お前も絡みづらそうだから、はい、戻るな、一回。あ、え、戻る？うん、あれ、気づかなかった？あれ？変にしてるじゃん。あっ、全然分かんなかったですね。じゃあ、ドローンするな。はい、ドローン、ドロンって少し目線が高くなった気がします。そうだな、はい、やっぱ変化の術って少しだけ縮んじゃうから。あー、なるほど、うん、だから変化してるなと思ったら縮んでると思ってくれて結構、はい、ちょっと縮んじゃう。あ、はい、キュッとなっちゃう。あ、股関節もキュッと。そう、股関節はキュッとやって、はい、でもさっきの俺のダジャレ最高だっただろ。ダジャレで触れなかっただろお前。あ、すいません。バットとバットを倒す、はい、そのダジャレどう思う？いやもう多分そのダジャレを言ってるのたくさんしかいないですよ。すごいオリジナルのダジャレですね。うん、滑ってるってことだろ。いやいや、そんなことないですよ。滑ってたよ。いやもう家に持って帰りたいダジャレですよ。ありがとう、はい、じゃあいつものやつ言おうか。はい、うん、この動画がいいねと思ったら、うん、高評価ボタン押してね。チャンネル登録もよろしく。